こんにちは、フォグです。今回は iPad 版 DaVinci Resolve でフォントをインストールする方法を紹介したいと思います。まあ、デフォルトのフォント以外にも、まあ、好きなフォントを使って動画編集したいという方多いと思います。ですので、その方法を紹介したいと思います。で、今回私がよく使っているコーポレートロゴのフォントのインストールを例に紹介をしたいと思います。今こちら、コーポレートロゴのダウンロードサイトに来ています。iPad のサファリのアプリで今開いています。はい。で、こちら下の方に行きますと、はい、こちらダウンロードのボタンがあります。まあ、動画編集では比較的太い文字を使ってテロップとか作ることが多いと思いますので、こちらのボールド版をダウンロードします。はい、こちらタッチしましてダウンロードします。そうしますとダウンロードしますかと聞かれますので、ダウンロードを押します。ダウンロード終わりましたら、この右上にダウンロードのボタンがありますので、これをタッチしまして、ダウンロードしたファイル、これをクリックしてください。そうしますと、ファイルのアプリが立ち上がりまして、ダウンロードしたファイルを見ることができます。今こちら、ダウンロードしたファイルが .zip となっていまして、こちら圧縮されたファイルになっています。で、これを使うには回答する必要がありますが、まあ、操作は簡単で、このファイルをタッチしてください。そうすると展開されます。これをタッチして、そのフォルダの中に入りますと、まあ、この中に .otf というファイルがあります。これがフォントのファイルになります。あと、利用前にお読みくださいとか、まあ、そういったファイルがありますので、必要に応じて中身確認してご利用ください。で、ダヴィンチリゾーブにインストールするフォントは、この一番上の .otf ファイルだけになります。では、このファイルをコピーしてインストールしたいと思います。選択のボタンを押していただいて、この OTF ファイルを選択してください。そして下にある移動のボタンを押してください。そうしますと、まあ、コピー先を聞かれますので、この iPad 内っていうところをタッチしまして、そうしますと DaVinci Resolve というフォルダーがあります。で、これをタッチして、で、さらに Fusion をタッチします。この中に Fonts というフォルダーがありますので、さらにこちらタップして中に入っていきます。こちら中身空っぽですけども、こちらにコピーしていきます。はい。ではコピーのボタンをタッチしてください。はい。そうしますと、はい。このように先ほどのファイルがこのフォンツのフォルダの中に入ります。これでインストールが完了です。ではダヴィンチリゾーブを起動してみましょう。もしすでに起動されている場合には、一回終了させていただいて、再起動を行ってください。で、今、テキストプラスがタイムラインに配置されています。で、インスペクターを開いています。はい、こちらテキストの中身ですけども、はい、こちらフォント、このプルダウンを押してください。そうしますと、下の方に行きますと、はい、こちら、先ほどインストールしたコーポレートロゴが入っているのが確認できます。まあ、このようにして、好きなフォントをダウンロードして、まあ、どんどん追加して使うことができます。以上が iPad DaVinci Resolve にフォントインストールする方法を紹介しました。もしこの動画が参考になりましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。